国会は今日会期末を迎えます。旧統一教会の被害者救済に向け悪質な寄付を規制する新たな法案が成立する見通しです。法案では宗教法人などが不安を煽り寄付が必要不可欠だと告げるなどの不当な勧誘を禁止し刑事罰を規定しています。また法人側に対して個人の自由な意思を抑圧しないなどとする配慮義務を課しました。野党側の要求を踏まえ法人側が遵守しない場合に勧告や公表を行うとし、条文の表現も配慮から十分に配慮と修正しました。国会では午前より岸田総理大臣に対する質疑が行われ、夕方の参議院本会議で与野党の賛成多数で可決・成立する見通しです。